Space Monkeys TV。 今日は釣れませんでした。はい、ということでですね、スペースモンキーズ TV へようこそ。今日ですね、3日目もしかしたらあるかなと思いまして、また TK ツイスターといろんなルアーを、キャストをしにぶん投げに千代田湖行ってきましたが、今日はね全くダメでした。ということで、まあトンネル水路で小さいバスを数匹、そしてブルーギルを数匹釣って、どうにかこうにか楽しんだ後に釣り屋さんに行ってきましたので、まあその買ったルアーも紹介しつつ、今日はダメだったという一部始終をお送りしたいと思います。まずはね、釣りに行った一部始終をお送りします。どうぞ。今日なんかですね、寒いです。風が強くて寒い。なんか河口湖の方は昨日より10度も低いらしいですね。千代田湖も結構寒いです。さて今日釣れるかな。つうてもあと1時間半ぐらいしかできない。急がなきゃね。アヒルが、いやー見てください、僕たちが狙ってるラインの上、ロープの付近をさっき撮影した妨害アヒルロボたちが、1,2,3,4,5,6,7,8匹もいます。8匹。いやースクールですよ、スクール。はーい、綺麗にいなくなりましたね。よし、ここに来たら何をするってね。やっぱりね、やっぱりギル狙いですよ。とりゃ、イエーイ、釣れた、釣れたよー。デカギル、超デケ、スーパーデケギル。やっぱね、釣れてない時はね、ここに来て癒しのギルにね、ちょっとあのギル釣りを楽しむっていうのはね、いいんじゃないかなと思います。ブルーギルハントと思いつつ、結構サイズのいいバスも狙ってる俺。ここに落ちてくるベイトが虫なんすよ。おう、ひったくり合い、絶対にバスも絡むはず。ここにいるバスはブルーギルと共存してるんすよ。ってことはこういう虫とかを食ってるんですよ、バスもね、一緒に。なんでこうやってれば間違いなくバスも一緒に絡むはず。ナチュラルに流して、風に流して、ギルが追ってきて、バスの前にこれが入ったらパクンチョ食うはず。おーよっ、うわっしゃ、2匹目。なんだ、バスだと思ったらね、またマイフレンドブルーギルでした。やった、3匹目。はい、3匹目。釣れなかった時は釣具屋さんによって自分の好きなルアーを3つ買うのが私釣りバカの習慣になっております。ということでですね、3点気になるルアー買ってきました。といっても1つは TK ツイスタージュニア。これもね、中がね、もうかなりね、もう少なくなっちゃったんで、また買い足しという形ですね。もうね、結構ね、残りが少なくて、また次入荷するのを待つような状況ですね。まあ、こちらはマストアイテムなので、これをまず、足しに買ってきました。で、次、ジャバギル90。今カツから出ております、ジャバギル90。これ110といって大きいサイズがあったんですけど、まあもうブルーギルそのもの、こんな感じ。ブルーギルをね、食べるバスがね、結構全国各地にどこにもいるので、必ずこれも話せないアイテムになるんじゃないかなと思います。つっても110ね、もうね、買って、淡路島等でね、淡路島の野池で、
釣らせていただきました。まあね、10月のね、もうちょっとしたらまた琵琶湖の方に、琵琶湖淡路島の方へ遊びに行きますので、そのためのルアーとしても今のうちに購入と。で、もう一個気になったのがこれ、ジャッカルの水面ですね。前回あたりのね、動画でね、これ一本だけ使って、見ました。で、結構良かったんで、もう一袋買ってきちゃった。ってな感じですね。こんな感じのストレート系ワームなんですけど、まあ、フリックシェイクに似ているようで、これ、水に浮きます。フローティングストレートワーム。水面。水面と書きまして、水面。これをね、こうね、チチチチチチッと引いてきて、水面で最終的に食わすまで騙すというコンセプト。なかなか良かったですよ。よく飛びますしね、そして浮くし、存在感もバッチリで優しい着水音ってな感じなんで、もう一袋買ってきたぐらいですかね。今日は本当に遅めの時間からまたね、夕間詰めあたりから入ってちょこちょこっとやらせていただいたんですけど、3日目同じパターンで食いついてくるな、ブルーギルだけだったということですね。またね、明日も朝一入れるかどうかわからないんですけど、チャレンジしてみたいと思います。今日はダメでした。以上、スペースモンキー TV でした。バイ。